さあオリックスですけれども、今回の内容は佐野幸和と宇田川優希ということでございまして、今となってはですねオリックスにはもうなくてはならない、存在なのが宇田川投手なんですけれども、そのね宇田川投手と大学の同級生で、しかもその大学からですね同じタイミングで入団をしたのが佐野幸和、選手でございます。プロの世界でチームメイトに今なった2人なんですけれども、当たり前のようにですね宇田川投手ねポスト平野義久とかですね、クローザーとかセットアップとか火消しとか、まあ、いろんなところで一軍でね、ピンチを救ってくれておりますけども、昔からねオリックスを応援している人はもうご存知かと思いますけども、この佐野幸和選手なくしてですね宇田川投手の、入団ってのはなかったわけですよね、ドラフトでの、指名拒否すらも、あったわけですから、そんなね2人が、2024シーズンからですね別々の道に進むということで、同じねオリックス野球団に所属はするんですけども、片や宇田川投手は、選手として、そしてもう片やはですね、佐野幸和選手はスカウトということで、別々の道に進む、そんな2人の絆がですね非常に感動的だった、激アツだったというところで、今回ねテーマとして扱っていきました。でまずですね入団後の、2人の違いということで、同じ大学からですね同じタイミングで入ったわけですから、本当に生粋の同級生、同僚、だったわけですね。プロとしても、同じチームメイトになったわけなんですけども、入団1年目から2年目3年目、そして今年ということで4年目というふうに書かせていただきました。まだ宇田川投手ね、大学から入団して4年目ということでございまして、まあ、26歳になるということなんですけども、入団1年目に関してはですね宇田川投手は2軍で1試合しか登板ができていないというね、状態だったんですけども、佐野幸和選手に関してはですね入団早々の、オープン戦から結果を残してですね、支配下をもぎ取ったということでございまして、1年目はですね本当に今ではちょっと信じられないですけども、宇田川投手の方がなかなかくすぶっていたというか、まあ、プロにこう順応するのに時間がかかったという状態でした。一方ね、佐野幸和選手に関しては21年ということで、中島政権、まあ、こう1年目なわけですよね。なので、2年連続最下位からどうやってこう新しい戦力も発掘しながら、チームを作り上げていくかという状態だったので、まあね、去年茶野選手がこうポッと、チャンスをつかんで支配下勝ち取りましたけど、まあ、そういう、状況と本当に似ているかなというふうに思いますね。で茶野選手に関してはもうライトだったりとか結構ここで使うっていうようなことがありましたけど、佐野幸和選手に関しては本当にこう、これから、黄金期というかですねチームを作り上げていく上での、まあ、一員という形でね佐野幸和選手が注目をされていたということで、オープン戦でもね5試合ながら打率3割6分4厘を記録したというところで、今ほどね外野も渋滞してなかったですから、まあもしかしたらですね茶野選手とはちょっとまあタイミングは同じなんですけど、中身は全然違うのかなっていう、ところですけども、まあこうね、少ないチャンスをものにして、まあ、試合下を勝ち取ったということでございます。ただですね、それ以降は残念ながら1軍でヒットは、一歩もなしということでございまして、2年目はですね宇田川投手が、期限ギリギリにね支配下登録をされまして、そのまま、日本シリーズでの勝ち場を務め、侍ジャパンにも選ばれるということで、まあ本当シンデレラボーイなんていう風に言われておりましたけれども、昨シーズンに関してもですね本当侍ジャパンでの経験を引っ掛けて、キャリアハイの40試合以上の登板をしてですね、本当に今年に関してはポスト平野義久という風なこう期待感もね、持たれているということでございます。まあ、佐野幸和選手に関しては本職ね外野全部できるということで、当初は宇田川投手がね上位候補だったっていうところで、僕も2位とか3位とかで予想してた時もあったんですけど、まあいろいろね、ちょっと弱点というかなかなか癖っていうのものがあって、そこが懸念されてね育成になりましたけども、佐野幸和選手が結構おまけではないですけども、宇田川投手をまあ指名したくて、まあ一人だけだったらあれだからってことで同級生の佐野幸和選手が指名されたんじゃないかっていう声もありますけども、まあ人によってはね逆なんじゃないかっていうね、外野が結構層が薄かったんで佐野幸和選手が指名をされて、宇田川投手がそのまあこうついでではないですけども、その後にね宇田川投手が指名されたんじゃないかということも言われてますから、ここはね本当に真相は、全然わからないわけなんですけど、順番としては宇田川投手が3位で佐野幸和選手は5位ですから、まあ宇田川投手の方が最初に優先されたんだろうなというふうに思うんですけど、その後はねサードに挑戦をしたりとか振り子を出す方にね挑戦をしたりとか、自分的にねこうタイプとしてはホームランバッターではないんでね、やっぱりこう売りにしたいアベレージの部分だったりとか守備の部分っていうところを生かしてね、なんとかこう生き残りたいというところでしたけども、昨年のオフ残念ながらね戦力外通告
ということで、それでもねオリックスとしては人間力だったりとか人柄人格みたいなところを買ってスカウトに打診をされたということなので、まあ岡崎スカウトもそうですけども、なかなかね若い年齢からこのスカウトっていうところは務められる選手の方が非常に限られていますから、佐野選手としても、まあ、すごく喜んだということでございます。で実際ねスカウト転身に関してもねいろいろと、まあ、模索したそうですね。2軍の新しい球団ができたりとか独立リーグに行くとかいろんなこう道がある中で、オリックスとしてはね球団に残ってほしいというスカウトという形ですけども、選手ではなくなりましたけどもね、そこは、まだまだ、力を貸してほしいというところで現役続行も一生懸命頑張ってね、やろうかなというふうに思いましたけども、 NPB の世界に、まあ、携われるそこが一番のこう魅力というところに感じて、声をかけてもらったことが単純に嬉しくて、スカウトをやったというふうに言っております。でオリックス側からするとですね、まあ選手の能力を見極める観察力だったりとかっていうのは、まあ仙台大学の時にねキャプテンをしてるっていうところがあって、200名ぐらいやっぱ大規模の野球部だったから、そこでねやっぱこうリーダーシップを発揮したっていうのももちろんあるでしょうし、同僚というかねオリックスのまあチームメイトからの、まあ、信頼感というか接し方を日頃から見ていると首脳陣からもね、そういったものを伺えたそうなんですけども、それよりもですねやっぱプロに入る前からの実績がすごくあるというところで、まあフルカウントが記事を上げてましたけど、当初ね佐野幸和選手も、宇田川投手もですね仙台大学ドラフト候補でしたけど、育成指名であればプロに入らないと、社会人を模索するということだったんですけども、オリックスは育成3位で、宇田川投手を指名して、5位で佐野幸和選手を指名したということでございます。結構育成指名を強行するときって、もともとね、川瀬投手とかもそうでしたけど、支配下の、まあ、一番最後、ケツの部分、5位ぐらいで指名する予定だったのが、まあ、残念ながら漏れてしまって、育成でもいいですかって、急遽ね、電話をして、で、いいですよって声がかかって育成指名をするっていうケースがあるんですけど、宇田川投手だったりとか、佐野幸和選手に関してはね、牧田さんも、まあ、電話したそうなんです。2人とも、まあ、社会人の内定というのがなかったそうなので、まあ、とりあえず、指名をさせてもらったっていうような、感じでですね、指名をして、その後はドラフト1位とか2位の選手に挨拶するんじゃなくて、胃の一番にですね、宇田川投手と佐野幸和選手に、牧田さんがですね、指名の経緯だったりとか、オリックスに入団してからの、まあ、プランとかを説明させてもらったそうなんですよね。で、宇田川投手としてもすごく迷ってたというか、どっちかっていうとこだって断ろうと思っていたそうなんですけど、まあ、佐野幸和選手に、まあ、食事に誘われて、まあ、自分はプロに行くつもりだということで、一緒に頑張ろうよっていう声を、きっかけにですね宇田川投手も佐野選手と もう一度ね一緒にやりたいというところで、オリックスの、ユニフォームに袖を通してくれたということでございます。まあ、なので結構オリックスファンからするとですね、佐野幸和選手がいなければ宇田川投手はいないというふうに言われておりますし、僕もそれはね、十分思ってるんですけども、本人としては佐野幸和選手自身はね、別に自分が連れてきたとは1ミリも思ってないということで、単純に宇田川投手と一緒にこう野球をやりたかったっていうのが背景にあったそうですね。で、当時ね、自分が入団して間もなく支配下昇格になった時をこう振り返ってましたけども、実力があったのかどうかっていうとそうでもなかったというふうに言ってます。一方ね、宇田川投手に関しては力がやっぱり大学の時代からズバ抜けてたということで、ね、やっぱこうチャンスをつかむっていう才能がすごくあったんだということで、そもそも育成で入る選手ではなかったと。たまたまね、大学4年の成績がちょっとこう良くなかったというか調子が悪かっただけで、普通に投げてたら今のような投球ができるというふうに守っていたそうなので、特に驚きはないというふうに言ってました。なので、世間はね、シンデレラボーイと、まあ、言ってますけども、全然、僕はもう全然普通だということで、今のような投球をですね、アマチュアの時からしてたら、やっぱドラフト1位で指名されてたんだろうなというふうに思うので、オリックスとしてはですね、大学4年の時に調子が悪くて良かったなっていうふうには、思いましたけれども、一方で佐野選手がね、今度今年からはスカウトに転身するということで、宇田川投手から見た佐野選手はどうなのかということですけども、まあ大学でのねキャプテンシーとかも見てますし、スカウトとしては成功すると思ってますと。で、佐野選手がいたからね、身近な存在として一緒にこう試合に出て活躍したいって思いが強くて頑張れたということで、腐らずにね、育成の時にも過ごすことができたということで、本当に同じチームで良かったですというふうに言ってました。で、1年目で、ね、2軍で1試合ということで、なかなかね、やっぱコントロールが、良くなくて、ストライクが入らなかった時も、絶対に1軍に通用するからということで、佐野選手から声をかけられてですね、今があるということなので、ある種、まあ、佐野選手には見る目があると、それは自分が一番分かってるというところで、佐野スカウト第1号みたいなもんですからと、ということでね、宇田川投手笑顔で話をしたということでございます。まあ、侍ジャパンとか見ていてもですね、やっぱりこう人
見知りというか、なかなかね、初対面の方と打ち解けるのが時間かかる、まあ、性格なので、同じチームメートでしかも4年間共に、過ごして、切磋琢磨をして、2人ともねドラフト候補と言われていた、その佐野幸和選手が、同じタイミングで、同じチームで、ね、入ってくれたっていうのは本当に心強かったでしょうから、本当にですね、その入団経緯とかもありますけど、入団後のね、ところも考えると、宇田川投手の性格からね、本当に佐野幸和選手が、いなければ、ある種2人とも育成で同じグラウンドでね、やっていなければ、宇田川投手がここまで、シンデレラボーイと呼ばれるまで腹開くことはなかったんじゃないかなというふうに思うので、改めてですね、佐野幸和選手にはもう感謝してもしきれない、ある種3連覇の影の立役者と言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、優勝はね、宇田川投手1年目は関係してなかったかもしれないですけども、連覇と3連覇に関しては、宇田川投手いなかったらちょっとマジでね、優勝できてなかったですから、そこのところを考えると、連覇と3連覇の、影の立役者の一人であるのは間違いないのかなというふうに思います。結果ですね、入団以降22年23年成績ご覧の通りですけども、宇田川投手特にね、去年に関してはキャリアハイの46試合で防御率 1.77 ということで素晴らしい数字を残しております。一方ね、佐野幸和選手に関してもですね、今日発表されましたけれども、スカウトの担当エリアが関東になったということで、オリックス毎年関東は示してきてますから、改めて優勝して以降のですね、ドラフトで関東エリアでの選手ちょっとピックアップしていきました。ご覧の通りということで、上位で言うと曽谷投手ドラフト1位ですし、育成でもね5位の、法政大村上選手とかいますから、各年代で各カテゴリーでね、投打で、育成支配下ともに関東からは指名をされているということで、佐野幸和選手に、ご祝儀はあるのかどうか、個人的にはあるんだろうなというふうに思っておりますから、ドラフト予想するときにはね、関東エリアのちょっと選手注目していこうかなというふうに思っておりますけれども、この面々を見ていくと、おそらく大学が、社会人あるいは独立なのかなというところでね、これから目ぼしいところをちょっとピックアップしていこうかななんていうふうに思ってますが、改めてね、佐野幸和選手は金の卵を発掘、そして宇田川投手をオリックスを引っ張っていく、まあ道は違えどですね、オリックスを支えて、いただくやっぱ2人はですね、今後かなりいいキーになってくるんじゃないかなというふうに思いましたので、今回ねテーマとして扱ってまいりました。ということで、今回の内容いかがでしたでしょうか。ぜひね、テーマについて何か思うことがあればコメント欄通じてね教えてもらえたらというふうに思っております。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にねありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録であったりとか、グッドボタン、そしてダーのフォローなどでこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。